あ、こそこそこそりんご。皆さんこんばんは、元男の子の青木香音です。今は病み上がりなんで声低くなってるわけじゃないですよ、枯れてるんですよ。本日は視聴者さんから質問いただきましたので動画を作ります。イエイ。で、以前いただいた質問内容に結構近いんですけども、その時の動画が、下半身バレちゃったらこうなりましたみたいないう動画で、もうすごいね、たくさん見ていただいてありがとうございますっていう感じなんですけども、早速読んでいきます。はじめまして、元男の子動画から知った視聴者です。私もカノンさんと同じタイプですが、残念ながらまだ下半身は残ったままです。もっこりしてしまってるので、好きな服装もあまりできないし、パンツスタイルなんて無理だなと思っていつもスカートを履いて隠してます。すごい共感。私みたいな人の対策などあれば教えてもらえると助かりますのことです。ありがとうございます。私も性転換する前まではすごいそれに悩んだんで、したら対策を言う前に私の体験談言った方が多分スムーズに話に導入できると思うんで、まずは体験談、そして対策をお話ししていきます。あの、対策グッズとかもすごい色々あって便利なんですよ。まず私の体験談なんですけども、事件が起こったのは事件21歳の頃で、で、場所はアルバイト先です。タイ料理レストランに働いてました。で、今はなくなってしまったんですけど、高田馬場にあるトゥンテンってお店で、そこで私はランチタイム働いてたんですよ。で、ランチタイムっていうのはすごい動き回るし忙しいんです。だから服装もパンツスタイルなんですよね。もうもっこり民族の敵ですよ。すごい嫌だ。当時私は、まだその時下半身がついてて、で、そこの店長さんには性別を明かしてるんです。で、他の従業員には別に言わなくていいんじゃないのみたいな感じで言われて、いやでも私言わないとなんか堂々とできないですよみたいな、タイミング来たらカノンから自分から言えばみたいな、まあ俺から言うことはないよみたいな、まあ不安だけど働くかってなって働き始めたんです。そこは働く時にいろいろキッチンとかで皿洗いとかするから、なんか前掛けみたいのするんですよね。よく八百屋さんがやるようなこのエプロンのなんか半分バージョンみたいな感じ でそれがあるから、別にもっこり対策しなくたってもうこれで前掛けで隠せるからもういけるじゃんみたいな感じで、そのお店まで出勤するときはスカート履いて、着替えるとき更衣室でバッて、もっこりしちゃいますけど履きますよ。で、前掛けでうっ、私は無敵だって感じでこうやって働くんですけども、だからそこでは何不自由なく働けました。ただ事件が起きたんです。本当自業自得なんですけども、前掛けを私は忘れてしまったんですね。でも今日仕事お休みの日の人から借りればいいかなみたいな、でロッカーとかね、いろいろ漁ったんですけども、ないの。その時私はすごいいろいろ考えて、どうやったらこの場をやり過ごせるかなって思った時に、あの手があったかって。ちっちゃい時私お父さんとお風呂入る時に、なんかね、お父さんふざけて、パパは女なんだとか言って、なんかこうお尻のこう下から手を伸ばして、で、自分の心地をこう後ろにグイって引っ張って、で、太ももで挟むみたいな。わかります？あれよくやったと思うんですよ、みんな。この方式でいける！で、私はすぐにね、もうオープンしたてだけど、もうトイレにバーンって入って、すぐに後ろからね、こうやって引きちぎれるんじゃないかっていうぐらいね、自分の股間を引っ張ってね。で、引っ張って股で挟むのはできないじゃないですか。だって歩いた瞬間にバラーンって出るじゃないですか。だから無理やりそのパンツをなんだろうな、お尻に食い込ましてストッパー代わりにしたんですよ。したらね、意外といけるの。もうこれで私は最強だと思って、で、もう何事もなかったかのようにウェイトレスですよ。私はガバーライスお待ちいたしましたみたいな、あ、 B セットですね、かしこまりました、でバーバーってこうやってお店の中走り回って、もう全然いけるんですよね。だったら私も別に前掛けなくたってもっこりしてても全然普通にパンツスタイルで生きていけるじゃんと思って、矢先にまたここでね、ハプニングが起きたんですよ。やっぱそこはね、混むんですよね。お客さんのその層が学生とか、あとは会社員、オフィス街でもあるし、早稲田大学も近いからもうすごいんですよ。もうお店の食器とかも足りなくなるぐらい混むんですよ。お店の中をもう行ったり来たりも何十往復もするから、だからどんどんね、私の命綱とも言えるであろうそのお尻の食い込みストッパーがね、緩んでくるの。で、緩むとどうなるかっていうと、チンポジって言うんですか。で、チンポジがね、うーんみたいな、なんかどんどん前に出てくるんですよ。もうだいぶピンチなんですけど、今ここで私が修復作業しにトイレに戻ったら、もうお店はね、もう大変なことになるんですよ。私しかそのウェイトレスいなくて、もう大混乱になっちゃうわけ。だから私は、みたいななってる状況で、もう頑張ってお店の中を駆け巡ってたんですよ。もう注文を受けるときとかこんな感じ。こうですよ。こう。ただ、くねくねしてる人っておしっこ我慢してるように見えるじゃないですか。私はね、そんな人とは全然違うんです。あの人たちはさ、くねくねしたら収まるじゃないですか。私の場合はもう、どんどん膨らんでいくの、もう意味がわからない。
不思議な動きをずっとしてるから、もう周りから見たらね、私はやばい人間だなって思われてるわけですよ。でもね、まあお店混雑してるから、お客さんからしたら、あの人はオーダーに追われて今大変なんだろうな、頑張ってくださいねっていう感じで多分見てもらえると思うんですけども、そうはいかないのはそのキッチンスタッフですよね。そこのスタッフは全員タイの人なんですよ。だからあんまり日本語は上手くないんですけども、ただね、そこが一番怖い。意思疎通ができないんで、私の悪口をみんなで言い合ってるかもしれないじゃないですか。あいつは男だろみたいな、なんか股間もっかりしてるぞってね、言われてるかもしれないっていう恐怖感と私は日々戦ってたんです。そこね、バレちゃうわけですよ。最初に見破ってきたのが店員のスポンさんっていう人で、カナン、トイレですかって。そしたら、いや、私はトイレ行かないですよって。でもそこで名前解けばよかったんですよ。トイレ行って修復作業しとけば、そんなね、事態起きるはずがなかったの。痛いですかって言われて、いや、痛くもないですよ。レディボーイね。何これ。ここまでが体験談なんですけども、ここからじゃあ対策いきますね。長くなってごめんなさいね。でまず2つあります。1つが既存品のタックっていうものを使います。でタックって何ってなるじゃないですか。簡単に説明すると、履くだけで股間をぺちゃんこにできるパンツっていうことです。でちょっとね、構造が特殊なんですけども、普通のパンツ、まあブリーフみたいな形に、なんか後ろにはマジックテープみたいなのあるんですよ。あの先っちょのところがね、あのホースがちゃんとこうやって出るように、なんか穴が開いてんの、こうやって。その穴から出したこのホースを後ろにビャーって引っ張るんですよ。マジックテープでペシャって止めるんですよ。でそうすることでかなりスッキリした股間を再現できるから、まあ、結構ね、便利グッズとして有名なんじゃないですかね。ただ私その便利グッズに気づいたのは性転換後だったんですよね。でそれまで私が自分でやっていた荒技はありますよね。でガムテープを約40センチぐらい切ります。ここにガムテープベチャって貼って、でお尻の方の股からこうやってくぐり抜けるようにビャーってこう引っ張るんですよ。その時にもう一つ注意点が、ちゃんとひじきを剃っとかないと、それも同時に持ってかれてめちゃめちゃやばい。でこうやって引っ張ると、なんて説明すればいいかな、もともと人間が進化する過程であった尻尾の骨がちょっと出てるじゃないですか。でそこでガムテープでピチャって貼って止めるみたいな感じです。ただこれをやるとどうなるかっていうと、おしっこができないんですよ。なら私はあんまり推奨しないですね。私おしっこ行きたくても行けなくても大変だったん で一度剥がすと粘着力落ちるし、だから本当に私はタックをおすすめします。タックだったらちゃんとね、先端が出るような穴があるから、ここでピャーって出せるじゃないですか。私がおすすめするのは、ラフレシアさんっていう会社に出ているタックでございます。すごいひどいなーって思うのが、このタックとか検索するとなんかアダルトグッズみたいな感じで出てくるんですよ。全然アダルトグッズじゃないですからね。私たちの命綱ですからね。今後私みたいなこういう悲しい思いをする人間がこれ以上増えないように私は願っております。いかがだったでしょうか。ちょっと声ガラガラで聞き取りづらかったと思うんですけども、こんな感じで定期的に質問に答えていけたらなと思ってますので、ぜひ質問はコメント欄にお書きください。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、 そしてサブチャンネル青木かなの秘密箱は画面の下にありますので、そちらもチャンネル登録してね。また次の動画でお会いしましょう。カペラでカラオケ何点取れるのかちょっとやってみますね。どうでしょう、予約英語の歌誰か、あれマイク、マイクだか、あれマイクどこ、なんだ、始まった。 Yeah! キャッチャーチンマ